時の権力者をも恐れさせた千の利休の正体。私がぬか族の美しいものだけでございます。天下を狙う奴がわしの周りでまた増えたわ。さすが利休よ、天下の茶人よ。その鋭さのほどほどにせよ、利を休め利休と。あなた様にはずっと思い人が。美しい茶尺になる、俺にはわかる。あの方、何かに怯えておいでのように見えます。いよいよ気をつけねば。利休に尋ねよ。